こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。東京地検特捜部は自民党の派閥である二階派の政治資金パーティーに関連する事件で、二階俊博元幹事長を含む関係者を任意で事情聴取した。特捜部は2023年12月19日政治資金パーティーでの不正行為の疑いに基づき、二階派の心出し措置会と安倍派の清和政策研究会の事務所に強制捜査を行った。二階元幹事長は謝罪コメントを発表し、特捜部は他の関係者も聴取しており、安倍派の中枢幹部からも情報を収集している。もともと安倍派と二階派が特捜部の聴取の対象になっていたが、いよいよ二階派は本丸を抑えましたか。5人衆も聴取されていましたし、特捜部は頭を捉えることも視野に確実に入れているでしょう。あの横柄な態度を取る二階が素直に聴取に応じる姿が想像できませんが、それならば森喜朗も抑える気でいる可能性も高いですね。とりあえず進展しているようで安心しました。特捜部にはあと3週間くらい頑張ってください。応援しています。今までのはかけ子のリーダー格の事情聴取に過ぎなかったが、ようやく大元のルフィクラスに手をかけてくれた感じだ。アメと脅しによって使い捨ての駒たちを操り、多山の石と称して自分の代わりに塀の中へと送ってきたが、最近はその駒もそのヤバさに気がついて離れていくことが多くなった。今の詐欺的で悪徳な政治資金規正法のシステムを構築している大元、重鎮連中を何とかしてもらわないことには何も変わらない。政治資金規正法の改正を悪徳業者本人たちに集まってに決めさせるみたいなことはさらなる悪徳を生むので、政治家は排除すべきだ。第三者機関、一般コンサルタント等によって話し合われる日として採決されるべきだと思う。とうとう二階の逮捕も時間の問題か。安倍政権では検察は政権に忖度して不法行為を見て見ぬふりをしていた。でも今はその安倍はもういない。自民党議員の多くは今まで守ってもらえた安倍がいたからやりたい放題してたが、今は戦々恐々、こそこそ逃げ隠れしているやつまで現れた。検察は土壇場でひよって不起訴にしたり、起訴取りやめなどせずに今回の裏金作りの脱税に関与した議員全員起訴して逮捕してほしい。トカゲの尻尾切りで秘書や経理担当を逮捕して終わりではなく、議員自体の逮捕まで進めてほしいね。何のために応援検事まで引っ張り出してきたんだ。と失望されないように、逮捕されるべき人家逮捕される当たり前の状況を作ってほしい。政治家の逃げ得を防いでほしいです。政治資金規正法は国会議員が作った国会議員のためのザル法ですから、逮捕される国会議員は少ないかもしれません。たとえ逮捕されなくても、誰がキックバックしていたのか、誰が受けていたのか、誰が中抜きで横領したのかまでは明確にしてほしいです。今は企業は法令遵守は当たり前ですが、社会的に責任という新たな価値観があります。国会議員だけが何十年も昔の価値観でやっていますが、私たち国民が新しい価値観で選挙で裁かなくてはなりません。今回ばかりは検察も本気だな。金額がいくらだろうが、方法がどうだろうが、政治家が違法行為を働いたなら徹底的に立件してほしい。これは全て国民のためのもの、国政を正しい道に戻すための第一歩だ。親中派議員の親分三役さんに特捜部が来ましたか。個人的には特捜部を大いに応援したい。中国との関連性も極めて強そうですので、政治資金事件ばかりでなく売国事実などの捜査もしてほしいのだが、将来の日本のため特捜部の威信にかけた捜査を強力に実施してもらいたい。とうとう二階派の親分まで捜査の手が及びましたね。任意での事情聴取では事実関係を徹底的に追及していただきたい。今のところ特捜部は安倍派の池田氏と大野氏特捜部会計責任者だけを立件しようとしているようだが、あれだけの捜査を言っておきながら、安倍派疑惑の5人衆の1人も立件できないとなると国民は到底納得しない。金額の大小で立件を決めてはならないし許されない。私もあんまり詳しくないのですが、会社の上司が二階派のパーティー参加の案内みたいなのが来てたと。
言っていたことがあります。その上司の前の会社にいた時でだいぶ前らしいですが、参加費が20万だか30万だったらしいです。企業同士の付き合いでも菓子折りとか花とか送る程度なのに、参加費ってやっぱ政治家はすごいなと感じた思い出がありますね。二階氏が根源とは言い切りませんが、トップを聴取したのは大きいかと思います。しかし国民が検察に期待しているのは金額の代償ではなく、違法行為をしていた議員全員の立件です。なんちゃって政治評論家の T 先氏によれば90人ほどの立件になるかもしれませんし、その90人が国会議員資格を失うかもしれません。それでも構いません。我々からはこれでもかというほど税金をむさぼり尽くしているにもかかわらず、自分たちは私腹を肥やす、こんなことは許されません。選挙に金がかかる、生活にも金はかかります。国民感情で捜査をしないのは承知していますが、多くの国民が期待しているはずです。特捜の本気度を称賛する声もあるが、ここまで来たら大物を事情聴取しないと国民が納得しないから聴取しているだけで、4000万円超のキックバックを受けた議員のみの告発で終わることもあり得ると思う。もしかしたら二階の聴取は安倍派の反発を買わないようバランスをとっているだけかもしれない。この人はいつか捕まると思った。麻生さんまでは今の警察では高い頂きすぎて難しいでしょうね。あの人が白いわけないから。でも地元の基盤がすごすぎて潰せないでしょう。すごいですよ。地元はいつの時代かと思うくらい、病院からスーパーから同じ日本とは思えないくしょう。ドラマの世界みたいに。特捜部は半端なやってましかんじゃなく、今後の国民のために真剣に頑張ってほしい。今までの検察も甘いんじゃないか。という国民の声もしっかり聞き入れてほしい。政治家には国民ファーストの日本を希望します。知らなかった。は、もううんざりです。実務を担う会計責任者だけ責任を問われるということであればおかしいです。そもそもの支持者、承認者が不明なはずもないと思います。派閥の複数議員が同じような処理を行っているのは、明らかに組織ぐるみの不正行為でしかありえません。トップが知らぬところで、会計担当者レベルだけで莫大な金額を複数年不適切な処理に組織内の他の誰も気づかないということであれば、外部が会計監査を行うなどの規制を設けるべきです。めちゃくちゃでかいニュースが来ましたね。個人的にはガスタシクツストップの二階さんに対しては大いに捜査のメスを入れていただきたいですね。東京地検特捜部の皆さんに敬意を表します。丸松バラ委員、私がお伺いしたいのは、大臣が1月でありますか、東シナ海ガスタ開発について、国内には私掘をやったらいいと元気の良い発言をする人もいるが、私はその道を取らない、こういうご発言をしているわけであります。第164回国会経済産業委員会第5号平成18年3月17日金曜日。平民は1円まで帳簿に記載させておいて、国会貴族は脱税し放題ではおかしいじゃろ。消費税の電子帳簿と同じ制度を国会議員にも適用すべきだと思う。なんで大物政治家は最終的に無罪になるのだろう。法律を立法府の国会議員が作っているからなのか、検察が政治家に忖度しているからなのか。自民党議員が90人逮捕されて困るのは田崎史郎さんくらいで、国民は誰も困りません。亡くなった細田博之前衆院議長は79歳でした。二階氏は84歳で、森喜朗氏は86歳。裏金報道では3名とも何らかの形で名前が出てきます。彼らが高齢である分だけ自民党の慣習が長年にわたるものだとは思わされます。政治資金パーティーの歴史が浅かったとしても、自民党の裏金は手を変え品を変えてきたからこそ、政治資金規正法は2007年に改正されたのでしょう。その改正政治資金規正法がどれだけ役立たずの法律だったか、法改正した国会議員がどれだけ使えないかを痛感させられるニュースです。二階氏はいつ見る表情そのままの話し方で受け答えしているのでしょうね。いつ何時であろうと正義は絶対に負けてはならないのです。凶悪は一匹たりとも排除してください。全てが終わった時、全国民が安心安全で暮らせる本当の日本になることを待ち遠しく思いす。特捜部の皆さん、本当に頑張ってくださいね。
任意ってところが甘いよね。大物に手を出したので、そろそろ風呂敷を畳み始めると予想します。できることなら予想が外れて試験が海をかき出してくれるといいけど、今までのこういった金の問題事件の試験の行動の顛末を見てるとね、期待できない自分がおります。